こんにちは、カズライダーです。今日はですね、大型バイクで街中を走るとどんな感じなのかっていうのをお伝えしていきます。今乗っているこのバイクはヤマハの XJR1200 っていういわゆるビッグネイキッドなんですけどね、もうツーリングにはもう最強なんですよ。安定してるし速いしで、ただそんな重たいビッグネイキッドを街中で乗るとどうなんだろう思う人もいらっしゃると思うんですね。まだ普通自動二輪免許しか持ってなくて、今から大型免許を取得して大型バイクに乗りたいって考えてる人とか、免許は持ってるけどそろそろ大型デビューしようかなって思ってる人もいらっしゃると思います。まあそんな中でですね、大型バイクはツーリングだけじゃないぞ、街乗りでも意外といけるんだぞっていうところを探していきたいですね。まあ基本的に普通自動二輪だろうが大型バイクだろうが基本形は一緒なんで、走る曲がる止まるぐらいだったら街中だろうがあんまり違いないと思うんですけど、ただこう狭い路地とかですね、ちょっと小回りするとか寄り道して U ターンするとかっていう時は大型は少し気を使うかもしれませんね。ただまあ普通にこういう交差点での右左折であったり渋滞であったりっていうのはあんまり変わりません。まあ、中には渋滞してる列の路肩をすり抜けするっていう方もいらっしゃると思いますけど、そういう時は車体の大きい大型バイクはちょっと不利かもしれないですね。まあそんな時は大型乗ってるっていう心の余裕、気持ちの余裕でですね、すり抜けをせず車線の真ん中を堂々と走ることをお勧めします。まあ街乗りって言ってもこういうねバイパスみたいな道ではむしろ大型の方が楽ですね。安定してますし、まあただまっすぐ走るだけですからあまり違いは感じられません。まあ、むしろですね、指定速度内で走るとなると低回転で行けますから、なんか落ち着いてのんびり走ってる気分になります。まあそうやって考えると大型バイクの方が落ち着いておおらかに走れるっていうメリットはありますね。まあ、反面 250cc とか、まあ、125cc っていう小排気量のバイクで同じ速度を走ると回転数を上げてちょっと楽しめるっていう風にも捉えられるかもしれませんけどね。まあ、あれですね、街中を大型バイクで走るとアクセル全然ひねらなくていいですから、もうほんとちょっとワイヤーが張って1ミリもひねるかどうか、このぐらいですね。たったそれだけで走れますからすごく楽です。むしろ街乗り向いてるんじゃないですか、大型バイク。まあ、こういった車線変更もですね、
勝敗気量のバイクと変わりませんからね。まあこうやって流れてる分には快適そのものです。で速度域も低いですから、もうアクセルを開ける右手はもうほんの少し傾けるとか、まあその程度で走れますんで、すごく楽ですね。まあただ車体も大きいですし重たいですから、この信号で止まったりするのにこう何ですか、足つきが不安な人であったり、こうふらつくっていう人はちょっと不安かもしれないですね。まあそうやって考えると、この車体の大きい大型バイク、重たいバイクっていうのは、このストップ&ゴーに関してはちょっと不向きかもしれませんね。ただ足つきべったりとか、別に重たいバイクでも大丈夫だよって余裕のある人は全く問題ないです。あとあれですね、このエンジンの熱、これがね止まっちゃうと暑いですから、まあそれは大型バイクはちょっときついかもしれないですね。まあ、例えば街中走ってて風の強い日とかだと、横風に煽られてこうふらついたりするわけですよ。ただ大型バイクだと車重が重たいですから、まあ、ふらつきにくいっていうこともあります。大型バイクはすぐスピード出ちゃいますからね。まあ、大型バイクに限った話ではないんですけど、自制心を持って走ることが大切かもしれませんね。まあ、こんな感じでですね、全然街中で乗っても排気量の差とか重量の差っていうのはあんまり感じないんですよね。むしろ大型バイクで走った方が安定しててツーリングと同じように疲れにくいと思ってますけどね。ですので、まあ、冒頭でも話した通り、小排気量から大型バイクの免許取ってステップアップしたいとか、大型バイク乗り出して通勤してみたいとか考えている人は、そんな構えることなく街乗りできると思いますよ。まあ実際街中でもよく大型バイクも走ってますし、朝の通勤時間帯とかでも大型バイクで通勤してる人もたくさんいますからね。ただ大型バイクで通勤するとブレーキパッドとかタイヤの消耗品が減るの早いですから、ちょっともったいないかもしれないですね。だから皆さん 125cc でファミリー特約で通勤のためだけのバイクを持ってるんでしょうけど、けど大型バイクで通勤するっていうのもいいと思いますよ。まあ、ただね、夏だと暑いですね。こう止まってる間っていうのが一番暑くて、こう太陽の暑さとエンジンの暑さ、あとアスファルトの照り返しですか、と周りの車の温度、暑いですね。走るとそんなことは全くないんですけどね。あと街中を大型バイクで走るときは、交差点の横断歩道とかのペイントですね、あれは気をつけた方がいいですね。こう右折したときの右折明けでちょうどアクセル開けるタイミングのところに横断歩道があったり、大型バイクはパワーがありますからね、ちょうどそこでアクセル開けちゃうと後輪がこうずるっと滑っちゃってこけるとかやっぱありえますから、その点は注意して街乗りした方がいいかもしれません。
それ以外はですね、勝敗気量と変わらないか、まあ、むしろ大型バイクの方が街乗りしやすいんじゃないかなって私は思っています。まあ、こればっかりは個人の捉え方っていうか考え方の違いですから、いや街中は大型きついよって思う人もいれば、私みたいにいや全然変わんないよと、むしろいいんじゃないって思う人もいますからね。まあこう言ったら元も子もないんですけど、一回試してみるのもいいかもしれないですね。ということで、少しですけど大型バイクで街中を走るとどんな感じなのかっていうのをお伝えしてきました。また次回の動画も楽しみにしててください。ありがとうございました。